卵焼き明石市の卵焼きを扱う飲食店の店頭メニュー。明石焼き定食ではなく、卵焼き定食と記載されている。卵焼きは、鶏卵、ウッキコや、チンコと呼ばれる小麦でんぷん、小麦粉、タコを材料に調整される軽食で、兵庫県明石市の郷土料理である。地元の明石市及び東ハリマ及び北ハリマ南部、神戸市西部。 淡路島北部と呼ばれることが多い。専用の鍋で焼かれた直径5センチメートル程度の団体であり、見た目はたこ焼きに似ている。江戸時代の終わり頃から食べられており、たこ焼きのルーツの一つであると言われている。いわゆる大阪のたこ焼きと異なる点は、焼く際に焼き鍋に引く油にごま油を用いる店舗がある。店によっては、 タコ以外にこれも赤紙名産の穴子を具として入れているところもある。小さなまな板状の木製の板に盛り付けられ、箸を使って添えて出される出汁につけて食べる。出汁は熱い卵焼きを冷ますのが本来の目的だったが、現在は温めた出汁を提供する店が多い。温かい出汁を用いるようになったのは比較的新しく1963年頃に、 神戸元町の店が始めたのが最初であるという。だし汁に薬味としてつ葉を浮かべるのも蒸気の店から広まったスタイルである。まな板状の揚げ板は手前が低く奥が高くなっている。これは皿の洗浄の際に同方向に重ねると水切りが良いためや奥の柔らかい卵焼きを取りやすいためなど諸説ある。また、卵焼きが 柔らかくまた崩れやすく、また、大阪のたこ焼きとは違い千枚同士を使わず、焼き鍋から木皿に取り出しにくいため、焼き鍋の上に木の板をかぶせ焼き板ごと裏返して、板状の木皿に乗せる。その時の持ち手がついているため、今のような形になったとも言われている。また、この焼き鍋を裏返しにして、木皿の上に卵焼きを乗せる動作も、 卵焼きを焼く上での一つの見せ場だという。明石市でも特に、明石駅南側の魚の棚などの商店街一帯にある店舗が有名で。また、明石以外の土地では、たこ焼きを扱う店で、明石焼きの名称で扱われることが多い。この名称が広がったのは、大阪府森口市に本社を置く白鳩食品工業が1973年に、白鳩院。 赤子焼きとして各地で販売を開始したことが大きい。なお赤子で、赤子焼きのみで、卵焼きの表記がない店舗には、老舗は少なく、観光客向けの店舗が多い。古くからある店では卵焼きの専門店は少なく、お好み焼き、蕎麦焼き、卵焼きの三本柱で提供している店が多くある。赤子にずっと住んでいる年配者では、卵焼きではなく、 玉焼きと呼ぶものも多く、赤石の寺町の玉子焼き店では、今でも玉焼きで通じる。一人前の個数は、8個から12個ほどと、持ち入る、鍋の大きさによって異なる。基本的に銅板の焼き鍋一つ分であるため、かつては一人前を一鍋と呼んでいた。赤石市の西部や姫路市などでは、玉子焼きにソースを塗った上で出汁につける食べ方も、一般的である。 ありがとうございます。